ソフトウェア工学におけるアジャイルソフトウェア開発は人間、迅速さ、顧客、適応性に価値を置くソフトウェア開発である。典型的なアジャイルソフトウェア開発ではチーム主導で設計、実装、デプロイを短期間に繰り返してユーザーが得た価値を学習し適用する、すなわちトライアルエラーで開発が行われる。アジャイルソフトウェア開発を可能にする開発手法には エクストリームプログラミングやスクラムなどがある。ペアプログラミングマジャイルソフトウェア開発は人間、迅速さ、顧客、適応性に価値を置くソフトウェア開発である。すなわち自己組織的なチームが対話の中で方向性、仮説を見出し顧客へ価値を素早く届け、実践投入の学びから素早く改善を行うあり方に価値を置く。この価値観を共有する開発が アジャイルソフトウェア開発であり、アジャイルソフトウェア開発という言葉は、ソフトウェア開発工程やソフトウェア開発方法論、または、その総称ではない。特定の開発工程に縛られることはないが、実態として、多くのアジャイルソフトウェア開発で見られる典型的な、開発工程が存在する。典型的にはまずアイデアを価値を生む範囲で小さく、分割する。その価値を実現する。 成果物を短いイテレーションの中で計画、実装、デプロイすることで、顧客へ迅速にプロダクトを届け価値の実証、学習、適用を行う。一つのイテレーションは小規模なソフトウェア、開発プロジェクトに似ている。適用はプロジェクトにおける優先度の更新として可視化される。アジャイルソフトウェア開発宣言は、アジャイルソフトウェア開発という概念を提唱した文書である。 2001年に軽量ソフトウェア開発手法分野で名声のある17人がアメリカ合衆国のユタ州のスノーバードというスキーリゾートに会し彼らがそれぞれ別個に提唱していた開発手法が共有する価値観を議論した彼らはその結果をアジャイルソフトウェア開発宣言という文書にまとめたアジャイルソフトウェア開発宣言は アジャイルソフトウェア開発とその諸原則を公式に定義した文書であると広く認められている。この宣言は以下の4つの価値観を示し、これらの価値観を有するソフトウェア開発をアジャイルソフトウェア開発と名付けた。ソフトウェアは解決策であり、目的ではない。ソフトウェアの利用を通じて問題が解決し、価値を提供することこそが目的である。 そのためには価値ある問題を見出し、その問題を適切に解く解決策を届ける必要がある。しかし価値ある問題はしばしば複雑である。そして複雑な問題は一見してもその価値を判断できず、また解決策は容易に見出せない。予測型の価値提供、すなわち完璧に計画された価値提供は往々にして不完全に終わる。 見立てた問題が十分な価値を持っていない、あるいはソリューションに穴があるということが実際に利用した際に判明してしまう。そうでないやり方の一つが適応型の価値提供である。適応型では完璧な予測がそもそも困難だと認め、実際の価値提供から学ぶことを重視する。仮説としての目的を定め、解決策を作り、それを実際のユーザーへ届ける。 この実際の価値提供により仮説に対する学びを得ることができる。この学びに基づいて価値提供を適用する、すなわち問題自体、その解決策を方向修正する。たとえ事前に完璧な予測ができなくても素早く適用し価値を高めていくことで段階的に良い価値提供が可能になる。これが適用型の価値提供である。適用型の価値提供にとって 実際に価値を提供できる、すなわち動くソフトウェアは最も重要である。価値提供の素早い適用にはソフトウェアの高頻度リリースと利用が必要である。実際の価値提供に基づく学習では価値に焦点を合わせる。学習に基づく適用こそが本質であり、問題と解決策が変わることは狙い通りであり、むしろ価値向上の機会として歓迎されるべきである。 適応型の価値提供こそがアジャイルの目的である。アジャイルとはこの適応に対する姿勢である。宣言における変化への対応、スクラムにおける適応、エクストリームプログラミングにおける変化を包容せよ、エンブレスチェンジはこの精神に他ならない。アジャイルは価値提供に関して経験を通じた学び、適応を重視する。それは人間、開発チームにも 同様のことが言える。もし開発チーム全体が問題仮説の実証に携わり続けていれば、チームには経験が蓄積し、適応時により良い問題仮説をチーム全体から提唱できる。逆に開発チームが指示された解決策の実装にのみ従事していると、問題仮説に関する経験は蓄積しない。また他社への価値提供を担う権限と責任を持つチームは、 高い意欲を持つことができる。指示された解決策の実装のみを担っても意欲は高まらない。提供する価値の最大化がアジャイルの目的である。その価値を提供するソフトウェアは人間の手によって開発される。ゆえに、アジャイルソフトウェア開発は開発プロセスより開発する人間、チームを重視する。価値を最大化できるチームは自己組織的なチームである。 すなわち価値提供を担うことで高い意欲を持ち、問題設定、解決策提案、実装、適用をチーム自ら繰り返し経験を積み能力があり、それらをチームの権限と責任で行えるチームである。アジャイルソフトウェア開発では、チームの能力を信頼しチームの自己組織化に必要な環境、権限、責任をチームに付与することで提供価値を最大化する。 チームの構成は自由であるが、典型的には、エンジニアデザイナー、プロダクトマネージャー、マーケター、他にもテスト担当者、テクニカルライター、管理職などが見られる。アジャイルの価値観を共有しているすべてのソフトウェア開発は、アジャイルソフトウェア開発である。特定の開発工程に縛られることはないが、実態として、多くのアジャイルソフトウェア開発で見られる典型的な開発工程が存在する。 以下はその例である。開発を短期間に区切りこの区切りごとに計画、開発、デプロイ、適用を行うパターンがしばしば見られる。この1サイクルは、イテレーションやスプリントと呼ばれる。イテレーションを導入する目的は、迅速にプロダクトをデプロイして起用するサイクルが、着実に回る、要度を築ける、習慣づけることである。開発は計画と実行の観点から4つに分類できる。 計画のタイプは予測型と適応型に分類される。予測型は事前の十分な予測により完成形の計画が策定できるという立場をとり、必要な計画を事前に確定させる。一方適応型は初期の計画を実行し、実行結果に基づいて計画を適応させるという立場をとり、小さい計画、仮説を立てて実行し判明した問題点から、 計画自体を改善する。実行のタイプは、蓄字型と反復型に分類される。蓄字型は、計画全体を多段プロセスに分け、プロセスを順次実行するという立場である。例えば、まず設計プロセスを、次に実装プロセスを、最後にテストプロセスを、とシーケンシャルに実行する。反復型は、計画を、価値、機能に基づき分割した上で一つの価値、 機能に対する全プロセス実行を反復するという立場である。例えば動画アプリを再生機能とお気に入り機能に分け、まず再生機能の設計からテストまでを完成させ、次にお気に入り機能の設計からテストまでを完成させる。アジャイルは価値の実証と適応を繰り返すため、適応型計画、反復型実行タイプの開発である。 反復型開発も同じタイプに分類される。事前に完璧な計画を行って、次に実装、テストと段階を進める、すなわち予測型計画、蓄積型実行の開発スタイルの代表例は、ウォーターホールモデルである。アジャイルとウォーターホールでは開発プロセスが全く異なる。開発タイプにより、完成時期や抱えるリスクが異なる。アジャイルは、他のタイプと比較し、 完成時期のめどが初期に立たないというリスクがある。これは計画自体が徐々に改善されて初めて意味ある計画となる特性に由来するため本質的に避けられないリスクである。アジャイルソフトウェア開発は適用型計画、反復型実行の観点で反復型開発と共通している。違いとして反復型開発は厳密なプロセス。 様々なベストプラクティスを強調するが、アジャイル開発では、開発体制すなわち人、開発チームに大きな価値を置きチームの否定型なコミュニケーションを推奨する。すなわちアジャイルは、反復型開発と比較して人材に対するリスクの取り方が異なる。カウボーイコーディングは、各々の,の,の開発者が自分が良いと思うプログラミングをバラバラに行うことで、ある。 好ましくない状態を指すのに使う言葉であり、特定の開発手法を指す言葉ではない。職人的な個人技に依存するカウボーイコーディングには明確な手法が欠如している。アジャイルソフトウェア開発は適応を軸に、それを支える明確な価値観がある。アジャイルソフトウェア開発で見られる、計画の頻繁な再評価、直接化を合わせた意思疎通の重視。 比較的少ない文書化などは明確な価値観に基づいたプロセスと結果であり無秩序ではない。すなわちカウボーイコーディングとは異なる。アジャイルソフトウェア開発は万能なソフトウェア開発ではない。アジャイルソフトウェア開発が適性を発揮すると広く考えられている環境は以下が挙げられる。適用の是非が議論される環境には以下が挙げられる。次の環境では アジャイルの価値観は機能せず適用が難しいと考えられている。アジャイルソフトウェア開発に対して設計工程が不十分との指摘があるが、アジャイルソフトウェア開発はソフトウェア開発方法論ではなくその前提となる価値観である。またアジャイルソフトウェア開発を可能にするソフトウェア開発方法論には様々な批評がある。 これらは具体的方法論への批評であり、アジャイルの価値観に対する批評とは限らない。エクストリームプログラミングの初期の風評、およびそのペアプログラミングや継続的設計のような賛否両論のある実践原則は特に批判の対象となった。一方でこうした批判の多くは、アジャイルソフトウェア開発に対する理解不足に基づいていると指摘されることがある。 マット・ステファンズは、エクストリームプログラミングを再検討し批評して、再構成した。アジャイル開発手法の一つ、アジャイルモデリングは、不十分な設計や少ない文書という批判に対して、解決するべく取り組んでいる。近年のアジャイルソフトウェア開発の定義は、1990年代半ばに、重量ソフトウェア開発手法への反対運動の一部から、発展して形成されてきた。 重量開発手法の特徴は、ウォーターホール開発モデルを適用した場合に、多く見られる厳格な規律と統制、管理不足などである。ウォーターホールモデルのこのような適用に橋を発する重量開発手法は、官僚的で、もたもたしていて衰退的で、そのため、ソフトウェア技術者が効果的に作業を進めるという観点と矛盾していた。アジャイルで、 反復的な開発手法の実践例はソフトウェア開発の歴史の初期に乱すことができる。今日で言うアジャイルソフトウェア開発手法は以前は軽量ソフトウェア開発手法と呼ばれていた。戦術した通り2001年に軽量開発手法において名声のある人々がスノーバードに返しアジャイルソフトウェア開発手法と呼称を変えた。その後、 スノーバードに介した人々の一部は、非営利組織アジャイル・アライアンスを設立し、アジャイル開発を推進する活動を行っている。2000年以前に開発された比較的歴史の長い、アジャイル開発手法には次のようなものがある。エクストリームプログラミングは、最初のアジャイル開発手法ではなかったようだが、数ある、アジャイル開発手法の中で抜きんでた評判を、確立した。 エクストリームプログラミングは、ケントベックが1996年に開発し、米クライスラー社で苦境にあった、クライスラーコンプリヘンシブコンペンセーションプロジェクトを立て直す際に実践した。そのプロジェクトは、最終的には中止となったが、ケントベックの開発手法は、ロンジェフリーズによる長期の指導と、ウォードカニンガムのポートランドパターンリポジトリウィキでの公開議論と、 ケントベックのさらなる改定を経て、1999年に書籍として出版された。エクストリームプログラミングの構成要素は別のアジャイル開発手法スクラムとウォードカニンガムのエピソードパターンランゲージを元にしているようである。ダイナミックシステムズデベロップメントメソッドはヨーロッパで最初に確立されたアジャイル開発手法であると考えられている。 アジャイルソフトウェア開発を可能にするソフトウェア開発方法論の一部を示す。その他の手法ソフトウェア開発との直接な関係はないが類似した手法。ありがとうございます。